確かに引いたら割れそうだね。でもそんな引かないでしょ。すげえ引くんだったら分かんないけど、あと20センチぐらいしか引かないよ。ノブくんが割れるって言ってますから。ねえ、ノーサー。手振って手振って。見て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 。エロデンだよみんな。おーい。おーい。エノデンとか乗ってね、旅行しに来てエノデンとかでね、最高でしょ。この通りだから絶対初めて見た人とか結構気持ちいいよ。気持ちいいよ、ね、君が好きだと叫びたい勇気を。やっぱスラムダンクだからさ、基本を忠実にね、わかる。俺もサーフィンやってきて、左手は添えるだけ。サーフィンやっててもやっぱ基本が左スティックは左スティックはもう回す回す。これドリブル。これドリブルだから、ドリブルさせないといけないから。これ割れねえな。移動するしかねえと思うぜ。ノブが鎌倉って言うから来たのに。割れねえからノブ、これどっからどう見ても割れない。今日あと10センチももう引かないよ。本当、うん、もう引きいっぱい。もう出してよ、ね、ゲルマ行こう。、ね、できないもん絶対。じゃあゲルマ行きますか。こういうとこあるよね。知りもしない、こないだ見た波をで語ってくる男。パンパンだよ、やっぱり。本当だよ、ボタンを普通押してて渡してきたのかと思ってた。フォーエバーよ、フォーエバーよ。ポコちゃん、あのほら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 、ね、ポコちゃんどうした。やっと今押したから。今押しても遅いよ。もう江ノ島後ろだしもう見えないよ。ノブどうぞ。やっぱね、鵠沼ってさ、いろいろな出会いがある場所だと思うんだよね。新しく始めるサーファーの人たちってやっぱ最初鵠沼デビュー多いでしょ。鵠沼はやっぱりこうサーフィン始める方とか、うん、やっぱアクセスしやすいんじゃないですかね。そうですよね。うん、鵠沼車が止めやすいからいっぱい人集まる。確かにね、いいですよね。ギャルもいるかな、活気があってね。ね、鵠沼ギャルいるかな。こうちゃん、こうちゃん36歳になってもギャルやる、ギャルいいね。足りないじゃん、女性はみんなギャルだよ。ギャル、ギャルっていう言葉ってねあんま良くないんだよ。なぜかというとギャルっていうと最近ほらああいうねギャルってイメージなっちゃうじゃん。違うから、女性イコールみんなギャルよ。こういうことね。ああ、うちの母ちゃんだってギャル時代あったんだよ。あなたの母ちゃんの昔の写真見たらマジでギャルだったわ。マジで。そんなにギャルよと思ったもん。それは息子もギャル好きになるわ。だからギャルって言葉イコール、うん、ね、ギャル、ああいうテレビに出てくるようなギャルとか雑誌に出てくる、ギャル雑誌に出てくるギャルじゃないよ。左オッケー、左オッケー、左オッケー、僕中曲がってください。はい、大丈夫、巻き込まないよ。まあちょっと板がね、あるからね、見えないからね。見えないですよ。君の左は俺にかかってるからね。そうそう、大丈夫、任せて。信用してるよ。さあ、足りまいじゃん、突っ込まれちゃうから。ねえ、ノブ。そうだね。うん、突っ込まれちゃうから、やっぱり気持ちいいな。気持ちいいよね。まもなく到着でやんす。よし、いいね。快晴ですね、快晴。快晴だね。あ、来ました。はい、これが鵠沼店、紫スポーツさん。そう、スケートパークで、スケートパークで。ちょっと左見えない、左 OK、 左手、左 OK。 曲がっちゃっていい。はい、紫スポーツさんですね。曲がっちゃっていい。立派。素晴らしい。初めて来ました。初めて来ました、ね。うん、おお、ね、
っちゃ雰囲気じゃん。めっちゃ雰囲気ですよ ね。もうこ、もうこれ以下、これの、この回以外もう、くぐ沼で入ることないだろうね。オーシャンピーポーで。まあ、カイトくん、なん、絶対なんかやんないですもんね。うん。カイトいたら絶対ないだろうね。じゃあちょっとこちらに失礼しちゃおうかな。おー。すいませんね。OP のボスがいないと、我々、取れ高を気にして、くぐ沼に入りに来てな。少しは波あるとこに入ろうぜ、っつって。なので。これは、どこでもいいぜ。おー、さすが。ほら、あの、コロコロライト。お、さっきより人ちょっと増えたかな。ジュエリー君、推しの。昨日も夕方ここでやったんですよ。そうなの？はい。あー、いいね、気持ちいいね。もう今、イメージできてる。あ、見て、これだから、もう。もうツインでこれ。合ってる、あそこは合っている、俺。これツインだよ。うん、これツイン。あ、ツイン。ツイン。ビンドはミッド。ミッド？ミッド。一緒じゃねえ。一緒じゃねえぞ、これ。一緒じゃん。帰ろうよ。あそこで右のピークにしますか。これ、ゆったり、ゆったり乗りましょうよ。左は混んでますね。なんかちょっと、コーヒー飲んでさ。そんな感じ、ちょっと浸かるっていう感じですよ。浸かっちゃうね。はい。こんな天気。コータくん眩しくて半端ないからさ、あのサングラス貸してくれる。もしよかったら。貸してあげね。貸してあげよう。コータくんの変更やばそう。いや、だいぶ大丈夫。全然貸してよ。やめやめやめ。眩しいってなっちゃうから。だってこっち見ててずっと海見てらんないよ、これ眩しくて。そういうことね。おーおーおお、いいよ。波乗り中ね、今かと思って。そうそうそう、すげえ。おおお、わあすごい、ぼよつき。そう、そんなさ、いい波の求めすぎだから。ほら、もういいじゃないですか。ちょっとでも乗れる波がある。それだけでいいんでしょ。ぼよつきとか言ってる場合じゃないんですよ。感情がこもっていない。ちょっと、まあ、クールダウンしてきちゃった。ぼよつきないかな。ちょっとでもさ、本当に水浴びって感覚でちょっと浴びてきてくださいよ。だね。はい、見てみ。大橋だったら今もう多分、ね、もう帰ってるよ。コータくんゲームやろうよっつって。そうだ、ゲームやろうよって始まって。ダメだよね、やっぱ大橋に言いたい。まあいろんな波でダメにしなきゃダメです。まあ、こういう天気とね、そう、こういうことあったっす。そう、ダメの仕方と。そう、これですよね、これ。そうです。これですよね、これ。これだよ、これね。そう、はい、じゃあミッドリングス。ミッドリングスの場合はあ、ちょっとね、長いからちょっともうちょい腰高め。腰高め。うん、腰高め。こうやってやツインの場合は、まあ、そんなに。なるほどね。違うから。スラスターの時は。スラスター？ドライビング。ドライビングの時はもう。おお、いいね。おお、でもさ、本当にさ、こういうスタイルでやってほしいよ。確かに確かに。意識はしてる。最近意識高いから、ね、ちゃんと意識高い。意識してやることがやっぱ大事。なんじゃや、まあ、見てキラキラしてますよね。え、眩しくて眩しくて。いや、なんかでもほら、いけんじゃん。できるね。もうほら見て、気持ちよさそう。お、最後ポインセクションもありますよ。ポインできちゃうね。まあちょっと俺もこうちゃんの波やり見たいんで、やりましょうよ。行きましょう、行きましょう。じゃあやろうよ、もう。これ何年ぶりや、10年ぐらい、10年以上ぶりかも。飲んじゃん、早くパッてやって、パッてやんないと、ま、コーヒー飲む時間なくなっちゃうから15時に帰って。確かに確かに。そこまでミッションだよ、今日。よっしゃ、じゃあやろう。やります、やります。じゃあ1時半ぐらいに合図します。30分、1時間ぐらいでいいっすよね、水浴び。そうだね。もうちゃちゃちゃ、あれこれ、あれちょっと大丈夫です。大丈夫。はい。なんか、懐かしい国営画面。そうなの、エクストレールで。ノブくん前乗ってたんですもん。気持ちがつくんだよね、本当に。前乗ってたからさ、千葉の某ポイントでさ、海から上がってきたらさ、この辺にタオルがかかってたんだよ。助手席、あの運転席、うん、かけてないの、かけてないの、うん、で、向こうから歩いてきて、ノブ取れてあれとか言ってタオルかけたとか言って、かけてないとか言って、おやばいかもって言ったら、バリバリに窓ガラス割られて、ね、車上荒らし。車上荒らし。やばいっす。
南の方でね。そう、南の方で。え、じゃあそのバリバリ、あの隠蔽でタオルで隠してたの。そう、夏エクストレイルだったんだよ。怖え。それこそ何年前？いや、めっちゃ前だね。もうそうだよね、10年前ぐらい。10年ぐらい経つかな。経つか、経つそうだね。いや、めっちゃ前だけど10年はいかないか。10年は経ってないか。7、8年。でもさ、あの懲りずにさ、あの窓バリバリの状態で懲りずにこう掃除して、そう、あの窓上げっぱなしで高速帰ったの、湘南に。そのまんま2人で映画見に。普通、まず車上話あるじゃん、午前中に。どうすんのやつって、トリップ代でさ、一応こう、ね、ガソリンだってあんじゃん、うん、これ1万円ちょうど下ろしたの、うん、コンビニで。で、戻ってきたら1万円なかったの。ノブは1000円だけ、財布の中に1000円だけ。うわ、マジかっつってな、うん、こうだろうが、バレちゃったんだ。そう、最悪だった。あ、中身だけ行かれたんですか。中身だけ行かれた。あとは何もなし。あとは何もなかった、なかったけど、ぐちゃぐちゃだったよね、中に。ぐちゃぐちゃ。これが車上荒らしか。そう、もうね、本当によくこの車狙ったなっていう。そう、本当に。ほんで、そのままどうするっつって、まあ、せっかく来たし、2ラウンド目も違うポイント行ってね。あ、タオルで隠しながら。そう、もう取られるもんなくね。ないない。窓は割ってほしくないけど、そう、お金、お財布に入ってないんだからさ。なんでわざわざそれ撮るんだよ。ね、はい、着替えてください。はいはいはい、はい、そんなあったエクストレイルだね。いや、これはマジでいい車です。いい車ですよね、うん、意外と荷物入るし。そう、もう本当に軽いしね。軽いし、ハンドルもう そこをもう釘沼から茅ヶ崎までさ、砂浜爆走できるから。やってみようよ、今日。そう、修二君のほらナンバーだったもん。違う、全然いいですけど。この車だったらいけます。全然いいですけど。自分のだから。あ、そうだ、全然いいんですよ。そうだよね。じゃあ入ろう。入ろうよ。入りましょう。入るまでは長いからね。そうなんだ、ね。喋っちゃうよね。喋っちゃう。
コウタくん。お疲れ様でしたよ。ちょっとカフェはね、諸事情で撮れなかった。撮れなかった。いろいろあったね。衝撃的だね。エンディング撮ろうかって言ってたけどね、うん、まったりコーヒー飲んでパンなんて食べながらね、うん、でも衝撃的すぎてそれどころじゃなかった。でも美味しかったパンと。美味しかった、美味しかった。もうノブもいなくなっちゃったし。ノブくんはちょっと家の前 NG ってことで。あ、そうだね、はい、確かに。まあでもまあ長い板も気持ちいいっすよ。ミッドリングス楽しかったよ、うん、めちゃくちゃ。ちょっとタイミングでね、ゲットしましょうよ。あれゲットしたい、うん、もうね、なんか短い板にこだわる必要がない。短い板派だったもんね、こうだけどちらかと。やっぱほら、試合があるからさ、やっぱり一丁前に、あ、試合があるから1年に1回のね、12分間だけの試合があんねん、俺も一応ね。でもそれにさ、やっぱ練習しないといけないからショートボード乗ってるけど、うん、やっぱり楽しさ増えるよね。いや、もう久々にああやって長いの乗ると、やっぱ波に乗れるっていうのが一番楽しいもん。すげえ気持ちよさそうに乗ってたじゃん、こうだけ。こうって乗ってたでしょ、やってたでしょ、ちゃんと。やっぱね、あんなパワーがない波で、うん、ツインを乗ろうと思ってもやっぱね、無理だよね。まあノブくんは上手いから乗れるけどね。そうなのよ。一般ピーポーはやっぱり長さに頼ったりする。まあもう、これ大事。それが一番大事。何よりも楽して波乗って気持ちよく乗るっていうのがやっぱもう一般ピーポーからしたらもう一番サーフィン楽しい。なるほどね。じゃあコウタくんのあれ、この長い板作る編も撮ろうよ、じゃあ。まあミッドレングスはね、でも多分今日の動画見て、あ、いいなって思う人は多いと思う、はいはい、アミンがね、やっぱああいうミッドレングスとかね、めちゃくちゃいい。いいよね、ログもかっこいいし、いいのよ。そうなんです、ね、すごくいいです。なんかこだわり持って作れるし。確かに確かに、いいと思う。じゃあそれ持って沖縄だね。行っちゃうよ沖縄、マジで。マジでいつになったら行けんのかね。本当だよ。もうあったかい、こっちが寒い時にね、ちょっとでもあったかいところで入れればいいじゃん。行きましょう。最高で。じゃあお疲れ様でした。あ、ごめん、入っちゃった名前ちょっと。入れないで、入れないで、入れないで。すごい、ちょっと、あ、おじちゃんが渡ってました。もういいじゃんな、プップ鳴らさなくたってな。もう心にダムがねえのかっつって。本当に。はい、じゃあ今日も皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。ってことで、今日は帰っていなかったけど、はい、次回はいるかな。はい。はい、ってことで、パイ、なら、パイなら。